どうしても湾屋の件に触れてほしい人多いんですよ。湾屋？湾屋ってなんですか？あれですよね、ライブで、はい、お客さんを煽って、出禁になる覚悟できましたって言って、はい、で歌えって言って、なんかその、煽ったらしいんですよ。はいはいはい、ワンオクロックさんで、はいはい。それで結構今問題になってて、煽りが。で、みんな我慢してる他のアーティストさんが、まあ、今日は我慢して、別で。そうそうそう。デビューの指令とか、お前らの分まで俺が歌うよって言って歌ってるアーティストさんがいる中で、うん、まあ、奥さんがそういう煽り方をしたっていう一方で、そのやっぱライブの前に、インスタライブか何かで、俺は煽るけど、みんなは我慢しててくださいって言ったっていう話も聞こえてきてます。はい。完全な炎上プロレスゲームなんですけど。ああ。じゃあ乗せられてると。みんな。でもな、みんな好きなようにやればいいんじゃないかなって最近思いますよね。今の世の中、なんか、これはいいのか悪いのかみたいな是非ですげえみんな議論しまくってるじゃないですか。はい。みんなそんなにそれに興味あんのかなっていつもツイッターで戦ってる人しか見て思うんですけど、なんでみんなあんなに戦うんだと思います？割と自分一人で戦うっていうよりも同じ意見を見つけた時に嬉しくなってそうだそうだってなってるのかなって見てる。ああ、確かになんか同志みたいなの見つけてチームで戦ってますよね、うん、だからあれ人間が見つけちゃった結構やばいゲームなんじゃないかと思ってる。スーパーマリオブラザーズで叩き合ってるみたいなもんじゃないですか、まあ。で、だけど、スーパーマリオブラザーズあれとかゲーム作るとかってすごい労力かかるし、うん、面白くするのにはすごい投資必要じゃないですか、うん。でも、他の人がやってることについて文句言うのとかって、放っておけばみんな生活して仕事してる限りは永遠とネタが湧いてくるんだと思うんですよ。うん、でだから、コストのかからない叩き合いゲームみたいになって、だからコスパが高すぎて、どの企業も戦えないし、どのゲームも戦えないんじゃないかって気がしてて、放っておいたらみんなで叩き合いゲームをずっと繰り返して、そのままみんな死んでいっちゃうんじゃないかって気になってるんですけど。それでなんか結構やっぱり変わったり、そのまあ、実際に、動かざるを得なくなったりすることがあるじゃないですか。団体とか、そういうね、言い悪いで、警察が動くとか。そういうのがやっぱり動かせてる自分っていうのもあるのかもしれないですね。実際動いてくれたら、自分たちにそれだけ力があるんだって思って。すみさん叩かれることとか。めちゃめちゃありますよ。今だってコメントめっちゃ叩かれてますよ。コメントめっちゃ叩かれてます。しょうもないコメントが多いな。じゃあ、叩きたい方は、僕を叩いてください。お願いします。まだだよ、これで私が叩かれるやつだ。チャンネル登録、よろしくお願いします。